こんにちは、ネムです。パープルアプリやっていきます。今回はマントル辺境航行を現環境で考えられる最強デッキ、そして初心者や始めたばかりの方にも分かりやすいようにやるサクセスを一本取らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで組んできたのが古谷、オクタビア、サナちゃん、マモル、沢村、そして朝神ですね。結構いろんな新キャラが入ってきましたが、まあおそらく刺さるのは朝神かなというところで、メリットとしては沢村と新変幻自在を組める、そしてギアチェンジの査定値が高いので同意を入れているより査定は伸びるっていうところがあると思います。でデメリットとしては当然その同意シナリオキャラクターがいないので金の特殊能力が1つ減るというところと、亀石の供給がかなり大変なのでそのあたりの立ち回りも、まあ、上級者の方とか、まあ、上級者の方は僕の動画見る必要ないかもしれませんが、エンジョイでね見ていただいている方、まあ、上級の方にもこう楽しんでいただけるようなものが作れればいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。でメスと招きですね。でまずはですね、とにかくこのびっくりしてるところをガンガン踏めばセク1セク2以降全く問題ないです。でこれがかなり重要になってきて、踏むと白いびっくりを踏むと設計図というものがもらえます。石の設計図というのがもらえて、それを立てるとこの左上の所持鉱石というところが、増えていきます。今回は緑のやつをもらっているんで緑の石が増えるというところですね。でこれを作るためには素材が必要なので素材も一緒に集めるためにこの辺を踏みますというところと、あとこれ休むでしか出ない成績というのがあります。これが出たら積極的に取った方がいいと思います。これ休むしか取れないのと、相棒を入れていれば相棒で取れるんですけども基本的には休むでしか取れないです。でまあびっくりですね。でもう一つ大事なことがあって、彼女評価を早めに上げることが大事になってきてます。なので、まあ、サナちゃんですね、今回であれば。サナちゃんは、まあ、積極的に優先して、評価を上げた方がいいキャラクターになってます。これとかは大事ですね。あとは、亀石はコントロールと、あとは休む、そして精神練習しか取れないので、まあ、そのあたりも全部、こう、しっかりと頭に入れながら、このデッキは立ち回りが必要になるかな、というところですね。これ一回休もうかな。まあ、メンタルでもいいですけどね。ただここ亀石取れるので休むで。まあ、そういうのが大事だと思ってます。上でいいっすね。変に体力使いたくないし。で、今は雫はもらっているので宝石を取りたいですね。監督評価も上げれるし、守備いきますか。OK、回復ナイス。ただ僕、サナが全然踏めてないので、ちょっとこれは嫌な流れですね。ただ、びっくりも、全然出てないと、今のところね。あ、オッケーオッケー。こういうのを拾っていきましょう。ただ、びっくり欲しい。結構、伸び骨が、守ると、古谷かな。まあ、結構大変なので、そこも拾いたいと、早めにね。で、アクセサリー屋が作れたので、ガンガン作りましょう。これを作っていくと、味方の評価はガンガン上げられるので、まあ、サナちゃんのところのカバーがだいぶ楽になりますと。あ、これ強いじゃん。星取りたかったんだけどね、今。3個だな、かなし。だこれは強すぎた。うん。高バイブ、高バイブ、ダイナマイトと。で、これが一番大事な設計図になります。ダイナマイトの設計図ね。これなんで大事かっていうのは、後で補足させていただきますと。いうのと、これはさすがに亀石取っとくか。うん、まあ、石のやりくりがめちゃくちゃ厳しいですが、まあまあまあ、悪かないって感じですね。あとは、びっくりの宝石版。スタミナキャラクターのやつを踏みたい。じゃないと前に進めません、正直。ただ、これは守るなんで行きましょう。キレもらってないか。今回は精神大丈夫だと思うので、制圧は潰します。で、リリースも潰しましょう。あー、でも宝石ないときついよな、さすがに。さすがにスタミナキャラ待ちしましょう。これはまずいわ。で、どれだろう。まあ、筋力取っときますか。今、筋力じゃなかった。精神の方行ったわ。間違えた。で、メンタルはサナなので、これは行った方がいいですね。大体評価行ったと思うので、アクセサリー屋のおかげで。これはもう、サクッとアクセアは壊しましょう。まあその、評価依存で成功失敗が決まる金徳のキャラクター、まあ坂上とかもそうですけど結構いるので、まあ、その辺も意識してアクセアは速攻立てた方がいいかなっていうふうには思います。打たれ強い。チャンスを伺う。
そう、オクタビア怖いですね。成功できるかどうか。で、ここはしっかりと敏将をもらっていきましょう。で、まあサナさえ入れば結構順調かもしれませんね。まあ作りたいものは作れてきてますね。うん、投資ナイス。あとはまあサナちゃんの告白次第ですね。で、このセクニからサナを踏むと確率でラブパワーが入ったりします。体力回復しながらね。なのでそこもまあ意識はしていきたいですね。おお、俺も付き合う。あ、亀石4。これ亀石は結構取れてるな。結構こんなに取れるの珍しいんですけどね。亀石助かりますわ。あとは、購買分も数あるので、これはもう、欲しいものは揃ってますね。あとは、サナがいつ告白してくれるか。で、ここは体力上げときまーす。OK。うん、サナ次第だね。コントロール行きましょう。うわー、スタミナうまいな。いや、これスタミナさすがにうまいな。スタミナ行きましょう。スタミナも50ぐらいだと、直上げでいけるでしょ。まあ、沢村とオクタビアでスタミナ入ったら、これほんと10とか上がる可能性あるので、まあ、ガンガン踏んだ方がいいですね。うん、ここはオクタで OK。監督強化と亀石ほんと順調ですね。きれ。うん、それじゃねえ。サナはこれクリスマスまで来ないかな。ちょっと難しそうですよね。こうなると結構こう石がジャブジャブしてしまうので、まあ普段だったら筋力メダルとか作るんですけど、今回は亀石本当に厳しいと思うんで、数が。まあここは、控えておきます。で、守るか、切れ。出さしいくか。まあ、本当に休息骨が欲しい。なあ、くれねえか。サナは来ない。うん、これまあ正月っすね、多分。本当クリスマス前ですね。朝神頼むよ。評価は上がってるから。たまーにやらかすんでね、朝神を。で、これ体勢整いましたね、大体。もうツラシー作りましょう。そろそろサナも来るですし。あとは、丸石をちょっと集め始めたいなと。これはここでいいっすね。朝神ってなんかもらった緩急だけか。もらってないっすよね、オッケー。スタミナ踏みましょう。ゲイ。ラブパワーと告白いっぺんにください。いや来ないか。オクタ乾燥しそう。サナのイベント1ミリも走んでる。で、ここは致し方なしの休息ある程度上げます。雫石5か。まあありっちゃありですけどね、休む。それか、精神いって2つか。じゃあ休みましょう。うん。まあ残念ながらクリスマス告白ですね。ただまあこれが、クリスマスの告白が担保されてるってだけでも相当大きいですけどね。本当に優秀。サンタサナの優秀なところ。OK。で、沢村が走りました。これやばいな。健康に過ごします。で、最大値はこれでもうマックスいきましたねと。いうのと、変幻もこれで被りはなしですね。あとはダイナマイトに期待しましょう。1個しか立てれないね。で、これさっさと雫石のうんぬんとかやっちゃっていいかな。ツルハシも1個立てときます。あー、丸石欲しいですね。購買部立てるためにも。ここは踏みましょう。どうせなくなるんだったら。頼む、朝神。はい、ナイスー。まずは1個超えましたね。で、購買部立てましょう。これでレベル2と。で、まあ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 、頂上にですが、整ってきましたねと。筋力メダル使って、ダイナマイトの設計図はね、もう一個
入手できるようにちょっと動きましょう。3つぐらいやっとけばいいかな。まあさすがに出るでしょ。まあこれで出ないことも多数なのでちょっとなんとも言いませんが。でメンタルいくと5個、5個じゃ足んないっすね。デート行きます。でカイザー終わりですね。これさ今出なかったよ多分。まさかのまさかのおしゃれさんかよっていうアクセサリーがいっぱい出ました。ただここは変化、そしてコントロールも、浅髪で取れるっていう感じのダイナマイトになっていますね。これどうしよっかな、ここかな。コーンがね結構ね踏んでるからね枯渇しそうなんですよね。多分ここはさすがに筋力メダルと雫石をガツガツ使いましょうか。丸が欲しいんで普通に踏みます。うん、ダイナマイトの設計図が来ないですね。あとは丸石あと1個欲しいかな。スタミナ沢村いいでしょう。伸びコツも欲しい。結構欲しいもんいっぱいあるんでコツは怪我しにくさ。ただまあスタミナは相当踏めていますね。それはいいことではないでしょうか。あーなるほど、そこなくなっちゃうか。悩ましいな。でももう踏むしかないよね、どうせなくなるんだったら。低めつかめました。でここどうせ回復するんだね。なるほど。あーまあこれは弱いな。これは弱すぎて踏む意味はないですね。まあできれば早めに丸石のところはもう1レベル上げたいなと。まあ購買部はもう一つね段階上げたいなという感じです。筋力にしましょうか。筋力圧倒的に頼むんですね。急速骨もないな。あー伸び狙いなら沢村ですかね。丸はあの数もらってもしょうがないっていうのもあるんで。なので、投手取って、低め取って、野手能力の怪我しにくさ取って、まあ、とにもかくにも伸び狙いをしたいですね。140まで上げて、オクタはもう勝負でしょ。まあ、しょうがない。さあ、来い！OK。金徳は行きました。OK。フレアも行きましたね。金徳系の不確定は全部行きました。で、これ変化はまあまあ強いですが、まあ、我慢かな。正直我慢ゲーなので。で、我慢結構しているので、採掘場、採掘場じゃない、設計図関係はうまい感じで引き渡しできそうですね。おわ、強ー。バグっとる。これはバグってますね。変化が入りました。結構バグり気味の変化が入りましたね。120、OK。ほぼカンストじゃないこれ。低め。低めも取ってんのかな。あ、でもこれで一応綺麗に振れましたね。っていうのと、ここの技術は、崩して捌けるんですけど、捌く前に、まあ、ここは普通に踏んで、その角形が下がらないようにね。しながら踏みたいなという感じです。でコントロールのコツ持ってるキャラはいないので今回は振っていきます。でいいよね、大丈夫、行きましょう。強い945で、うん、玉持ちですね。伸びコツが入んねえな。15なんでここ行きましたね。 OK。 連発したがまあ踏むほどではないですね。まあスタミナは強いんで行ってもいいけども、もうちょっと大きいの。まあ筋力系が入らないとこれ結構厳しいので、ツルハシ立てますか。あとツルハシ立てないのと、あれですね。どうしようかな。結構難しいな。このダイナマイトの設計図もう一段階行きたいんですよね。できれば。
それをどうするのか問題はあるな、正直。てのと、デート進行より亀石がこれ本当に順調に入ってますね。それがありがてえ。あ、ダイナマイト入りましたわ。で、ここは、あれが足りないと。ここも足りないですね。いろいろ足らんわ。ここは、成績を取ります。3校出るの珍しいんで、結構大事ですね。で、またダイナマイトが、来い！おわ、いいね。悪くない。まあ、シングルタックですけど、ここは踏みましょう。これがね、ダブル、トリプルになると、ほぼカンスト級が出ます。そうすると、盆栽でもね、相当強い選手が作れたりするので、まあ、そこは本当に引きの運ですね。っていう話と、守るか。そろそろ、くんねえかな。奪三振抑えてますもんね、僕、自家で。そろそろ欲しいよ。うん、球速骨です。悪くはないけど、伸びが欲しい、とにかく。で、胴上を踏んでも意味はないが。まあ、ここは飲むに行きましょうか。うん。ここまでまあまあ、まあまあ順調かな。どうだろう。精神は取れるとは思っているけど。行きましょうか。うん。まあ本当にこんな感じですね。まず場を整えて、ダイナマイト、そして石が生まれる状況を作って、まあ、今回であれば亀石が、うまく入ってますけど、亀石をしっかりと、こう、数キープしながら、立ち回るのが、まあ、大事なのかな、というふうに思います。これデートするか。あそこが足らないなと。これもう、雫諦めてもいいかもしれないですね。で、これ立てちゃいましょう。で、ガツガツと数を、稼げるようにしておきます。まあ、こういう、こう、なんでしょう。立ち回りに関しては、マントル辺境高校は好み出るし、まあ、それで、結果が変わったりするので、まあ、そういうところは、まあ、参考にいただくか、弱い。まあ、見ていただくべきところになるのかな、なんていうふうには思います。これ、街道が入ってないんですよね。まずいな。伸びが入ってない。伸びが欲しい、とにかく。おこ強い。おわー、強い。朝神とのダブルタック入ってますね。これは強いですね、普通に。熱い。これ今、筋力がきついの間違いないんで、まあ、バンバン取りましょう。あー、そうか。なるほどね。フルヤ、なんとかしてください。お願いします。変化も強かったですけどね、ここはまず球速優先ですね。順応。マジ、全然踏めないわ。おかげさまで。花のデート踏みにくすぎる問題。朝髪、ダブルタック。古谷にかけるのも別になしではないが、さすがにこれは踏めませんね。順応いきましょう。うん、OK。頼むよ、結束骨、そうそうそうでいいよ。OK、ナイス。結束骨終わりましたね。8472。まあ悪くはないでしょう。ドン、ドン。おー、ダブルタック変化。いいんじゃないですか？取っていきましょう。とにかく、サナのデートができなさすぎる。あー、245。あー、強いですね。人が集まってて強いパターンか。219。の精神とかだったら踏んでいいけど。まあ問題が今僕の元にあるとすれば伸び骨ないっていう。それがきつい。なんで動けなさすぎる。うん、あと一回かな。はい。おわー、強いー。めちゃ強じゃん。うん、これはさすがに足りてきてますね、もろもろ。玉持ち。クロスファイヤー行きましょう。ワンチャンス、沢村がくれればめちゃくちゃ強いです。沢村、頼む。ちょうだい。いやー、送ったね。まあ、しょうがない。これは、直取りになるかもしれませんね。場合によっては。これ、沢村がくれないかな。
沢村に期待してはいけませんかっていう感じ。そう、もうここ本当は宝石のあれを建てたいんですよね。でも今建てれない状況になってしまっているので、ここは監視所マジックを使いましょう。理由は後で説明します。頼む沢村くれ。伸び、お、来たー、えらい、えらい上にこれ来ましたわ、監視所マジックが。わー、でこれ何が起きてるかっていうと、この掘れるボーナスっていうのが、この監視所っていうのを使うと増えます。でこの活気が下がるんですけど、これの取り除けば戻るので、活気に関しては。で掘った分と活気で、まあ、めちゃくちゃ強くなるっていうマジックですね。これ強いな。もう何回かこの動画を撮るためにやり直しはしてますが、まあ本当これは強いですね。普通にめっちゃいいんだけど。精神使いたい、精神。で、活気あと1段なんかで上げていきましょう。なんでもいいな。筋力メダル、おにぎり、なんかおにぎり作っていいんじゃないのこれ。あとは、ちょっと待ってください。今僕結構技術のあれも足りないのかな、どうなんだろう。地づくいし、まあ、2回作れないもんな。なので、まあ、今すべきことは、そんなに石を消費しないでも、やっぱおにぎりだ。うん。これでいいでしょう。これは普通に強いです。OK。で、サナのデートももう仕掛けられるので、仕掛けていきましょう。で、何も起きなかった。ここはまた監視所を使いながら。あとは、枯渇寸前が1箇所。なるほど。うん。これはまあ、一応、いろんなケアをした方がいいかもしれませんね。これ2個作りますか。で、デート行きます。で、深海道を取りましょう。オッケーオッケー、順調。はい、ヒゲ。精神もまあ、いい感じですね。で、ここは、我慢でいいか。我慢しながらもこういうところを掘って、まあ、枯渇に持っていけたらいいですねっていう。監視度使いながらね。うまく。多分、あと1回ぐらいで行くと思うんですよね、守備は。ああ、これは弱いな、多分。ここは、精神とかを掘りましょうか。多分、これそんな強くないんで、今。で、監視所というよりは、もしかしたら、まあ、ここまで来てると、このいい鶴橋を1個作っといた方がいいかもしれないですね。で、鶴橋でしっかりと掘れるようにしておきましょうっていう。で、他はもう、あとは、成績貯蔵庫を作るっていうのと、他何かするって感じ。精神は無理か。精神無理ですね。精神はほっぽっておきましょう。精神これ多分無理ですね。って考えると結構落ち着け。3箇所。難しいな。精神多分無理だよな。まあ、コントロールとかが結構踏んでいるのと、変化とかもね、踏んでいるので、まあ、その辺を意識してやりたいなと。そうなると、まあ、守備練とりあえず終わらせましょうって感じです。OK。うん、これは変化が、スタミナ、まあ、どっちかがいいかなって感じですね。で、まずこれ作る。で、監視所撤廃して、結構筋力も残っているし、まあ、おにぎりを作るのもありかな。おにぎりかな。うん、ここはおにぎりを作りましょう。で、変化はぶっ放す感じでいいですかね。そうすると、スタミナ多分結構無理だと思うんで、やっぱ変化を言っておいた方が、枯渇は進むんじゃないかっていうところですね。OK、変化終わりました。なんで、あと球速だけ、ぶっ放せれば、これ勝ちなので、まあ、結構そこそこの選手はできそうな雰囲気ありますね。金縛りつら。縛りコツないのか、この構成。いやーでもいいですね。綺麗にまとまってきてますね。あと筋力もうちょっと欲しいかもしれないです。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。
あとは球速だけだよね。うん、まあそこを意識しながら何をするか決めましょう。おにぎりいらないかな、こうなってくると。もうあと筋力メダルでいいような気はしています。で、休むを駆使して、ここレベルアップできる。おぉ、ちょっと待って。もう作れないか。石が足んないのか。なるほど。ですね、どうしよっかな。まあ、多分、ここに行くのがベストかな。ただ、2回練習できないからな。うん。なかなか難しいところですね。2回練習ができない。休んだ方がいいか。お、あ、これで球速いきましたね。しかも結構強い。うん、素直に球速でいいんじゃないでしょうか。他に気使う理由がほぼないかな。うん、とは思います。まあ、バランス的にも欲しいよね。スタミナ、これさ、サナだけだよね。うん、やっぱこっちだね。はい、飛ばしましょう。うん、これまあかなり急大点ですね。このサクセスにしては。と思います、個人的に。球速骨もちゃんと入ってますね。うん、171は、まあ、盆栽ですけど、まあ、普通に。いけそうだなっていうのと、他もまあまあなんとか取り切れそう。まあ変化がちょっと足んないか。よいしょ。はい、勝てました。次行きましょう。うん、さすがに最後は来ないね。で、この成績の貯蔵庫をぶっ壊すことで、経験点をたくさん得ておきましょう。で、金徳も一つゲットできました。あと、スタミナが踏みたいですねって言おうとしたら、スタミナ来てますね。OK。で、しっかりと、一つ、上げて、丸石は欲しいな。雫でいいか。で、スタミナ踏んで、さよならバイバイですね。OK。うん。まあ、結構この石ライフは満足したものになった感じですね。あとは、とにかくスタミナ。おー、いいね。まあ、来るかどうかわからんし、踏んでおこうか。サナだとそんなに強くないんで、あんまし踏みたくないんですけど、まあまあ。で、途中負けしたら申し訳ないです。ただ、サクッとできます。ある程度、もう皆さんにお伝えしたいことはできたと思うので、まあ、ここからは、じゃあ、どれぐらいの選手ができるんだろうな、っていうのを、まあ、見ていただければいいかなっていう感じですね。でも、結構強いと思います。見てる感じ。バランスもすごくいいですし、なんか、あんまりこう弱くなるような印象がないようには見えます。うん。いい感じですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。コツ何くれんだろう。あ、火消しですね。まあまあ、いいでしょう。スタミナ踏みたい。おー、ない。ここはまあ守るでいいでしょう。で、次練習して終わりでいいですね。うん、経験点も悪くないし、変化も一応最低限できてる。77できてますしね。コツもまあ取り切れそう感ある、ある程度。うん、とてもいいんじゃないでしょうか。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。ということで、これなんとか最後までは来れました。結構強いと思います。多分。スタミナ来い。来ないか。まあ、いいんじゃないのかな。スタミナじゃなくて、まあ変化でいいかな。まあ、変化使う先が見えないんですよね。もう1球種作ろうっていう気には一応なってないが、あとまあバランス、まあ一応経験点入るか。うん、これでいいか。朝髪のびっくりで経験点ある程度入ると思うんで、うん、これでいいですね。で、まあ、海岸1回ぐらいできるかもしれません。まあ、200、200で使って。まあ、これ変化はもう1個伸ばす予定ないと思うので、でも伸ばしてもそんな、言うて査定伸びないんで。あ、でも海岸しなくてもいいか、これ。変化球対抗心とかも一応あるか。いやー、でもこれ、やっぱ変化が使い切れない。うん。まあ、後で考えましょう。行きましょう。はい、ということで勝てました。よかった。最後までちゃんといけましたね。
これはいい動画になったんじゃないかなというふうに思いますが、結構査定も伸びると思うんだよな。うん、多分現環境最強、まあマントルでやるんなら最強はこれかなと。17,700点出てますね。でこれ2個伸ばしても大したことないので、やっぱり海岸が1回は必要かなというのと、まあ筋力とあとは精神次第ですが、まあやっぱ筋力はそんなに、ジャイロボールともう取るとこないっすもんね。筋力多めでいいですね。やりましょう。うん、これでいいんじゃないかな。あー、早速強いな。ミスターゼロでもいいけど、普通に。なんか別にバランスもいいし弱くなくねっていう。強キレとか来たら熱いですけどね。じゃあもう一回行きましょうか。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。復活さんがお越しいただきました。ありがとうございました。ちょっとバランス的にどうかなっていうのはありますが、まあまあいいでしょう。うん、強そうだね。そうだな。あとはお骨をいくつ取れるかによりますが。うん、変化ポイントはやっぱ死にポイントですね。ちょっとこれはもったいない。まあ、なるだけ使って帰るようにはしますけど。うん、ジャイロボール。左とか取ってないのか、危な。あ、でもギリギリいい感じな。うわー、あと1個2個取りたいなーってなると、これ落としたらいいのか。あと取れそうなのが、なんだろう。ないですね、でも取れそうなの。先制ストライクと要所って両方いけない？あ、いけないか。両方いけるパターンのやつないかな。両方いけるパターンのやつないかな。うん、ないか。いや、ないですね。両方いけるパターンはさすがになさそうかな。この辺外せないですもんね、正直。なので、まあ、多分これでフィニッシュかなっていう感じと、あとはコントロール102を、まあ、ワンチャン作れる可能性あるので、そこだけちょっと、要所外したらいけるか。うん、要所外して、内角の方にすれば、まあ、まずいけますね。うん、かなりいいんじゃないでしょうか。まあ、個人的には強かったし、普通にやりたいことはやれた。まあ、あと伸ばしていけるのは、やはり、その、センス丸にして変化球伸ばせると思いますし、海岸もね、もうちょっといけるかなっていう感じはするので、まあ、これで、ボンボン剤でやった割には、13、4あるしね。まあ、相当強かったんじゃないかなって思います。はい、ということで、こんな感じで、まあ、PG 先発ができましたと。まあ、すごい時代になったもんですよね。センバルなしで一応 PG 先発できるので、まあ、皆さんの、この、おさらいがてらにも、まあ、この現環境最強デッキのご紹介がてらにも、まあ、マントルのね、良かったかなというふうに思います。もしよければ、ちょっと試してみていただければいいかなという感じでございます。まあ、立ち回り、まあ、デッキが揃う方はもちろんいないかもしれませんけど、そんなに多くはないと思いますが、似たような構成とか、あとは立ち回りに関しては、同じ形にはなると思うので、そのあたりをご参考いただければいいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。皆様のコメントからね、こういう動画できたりするので、まあ、高評価と一緒に、まあ、どういう感じだったのかなっていうのを教えていただけたら、こういうのをまた作ろうってなるので、ぜひお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。